こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらのスイングソックスというのを編んでみましたという動画です。すごいこんな靴下が編めるようになるなんて。これはね、私が靴下をいつも編んでるからとかそういう問題じゃなくて。じゃーんこちらの方を読んでできました。えっ、ー、と、レッツスイングソックスというもので、 ヘイドランリンリーグマンさんという方かなこの方の、ね、ラベリーも見てみてください。概要欄の方に載せておきます。いろんなこの引き返し編み、えー、ダブル目、えー、ジャーマンショートローで編まれた服とかスカートとかバッグとかもあるし、もちろん靴下もいろんなパターンがありました。で、この方の本を見て編むことができました。すごいですよね。で、結構ね、 S, S サイズだったんですが大きめでちゃんと入ったのでなんかこういう編み方するとピチッとして入んなかったりするんですがそしてね側歯ハンガーに入れたらすごくうまく見えて嬉しいなと思います私の足にもねちゃんと入ってあのちゃんとこうカパッとこう余裕があってねかといってブカブカすぎもせずここがねメリアサミなので、ね、ピチッとしててすごいなと思います ですっかりミーハーなんですがこちらの靴下は、えー、オパールケイトの黒2619でこれ何グラム使うとこれの本にも書いてるんですがと,、えー、とフンデルトパッサー4オパールのこの絵をモチーフに作られたこの糸で、えー、と作りました。というのはこの。 最低ね、表紙にあるものが一番かっこいいですよね。で、この組み合わせいいなと思って、どこがいいなと思ったかっていうと、この赤いところがお肉、生肉みたいで、なんかえっとおかしな編み物っていう本にも載ってて、あ、それ似てるなと思って編んでみました。案の定、ここが生肉っぽいところがこう出ています。すごいでしょう。で、黒がね。 ちょっとネックかなーって思ったんですがやっぱり黒が締まって見えるしうまく見えると思いますちょっとねこう埃が目立つかもしれませんがここの穴もほら目立たずこんなにアップにしてもでここガーターなのでここ繋いでるのですがそれもね目立たず最後にこのメリアスハギしたり。 え、ガーターハギっていうのかなそれをしたりするときに本当に見えなくて大変だったんですが、この出来を見ると黒にするのが一番いいと思うし、自分の足にで履いたときもここが締まって見えるから、やっぱ黒かなでもこの方のね、ラベリーの他の靴下、フラワーパワーっていう靴下のパターンは白でしてましたね。で 黒が見えないよという方は真っ青とかでもいいかなって思います。とにかくここはね、締まった色がいいと思います。黒だからこそこの色が生きたんじゃないかなと思っています。で、他に使ったのは、えっ、ー、と、60センチの輪針と,、えー、と80センチの輪針で、私はチャオグーの付け替え輪針にして、ここ尖ってるものにして拾いやすくして、で、普段はあの、 80cm のところ、えー、とアディのプレミアムでスピードに乗って編めるようにしましたあとマーカーを一瞬1個だけ使いますそしてあととじ針とかぎ針を使っ,た使って目を作るのでそれもしてみました。 この靴下片っぽ右だけ編んだんですが、それに1日半くらいかかっちゃいましたね。やっぱこれですもんね。でも、でもでも、左も編もうと思っていて、で、どういう動画を作ろうかなっていうのを、あえて皆さんに聞いてみようかなと思って、緊急に動画を回しています。え、火曜日の朝にこれを配信して、今月曜の午後なんですが、で、火曜日の えー、ライブで皆さんにお聞きできたらなと思います。えー、どのシーンを見たいかなと思っているのでちょっとお悩み相談を聞いてください。でどんな風に編むかを概要としてお伝えしておきたいと思います。まずここから編みます。かかとを引き返し編みしてでここを編みました。で S サイズが2 3 5ンチで えとほぼぴったりでした何段編むって書いてあってその通りにしたら本当に、えー、とちょっとちっちゃめ2 1 5センチぐらいになったのでそれで S サイズでいいと思いますなんかね海外のものはちょっとちっちゃいサイズを選ぶとちょうどいいぐらいなので S サイズでいいかなと思いますでえー、とこ,こう続けてそのまんまつま先をこう編んだんですよでその後ここに 目を作って、で、こう編んでいきました。で、スイングソックス、スイングってこう行くってことですよね。右左、右左。でね、ここがね、スタンザとかいう、一区切りっていう意味で、ここがポーズ、一時停止とかそういう感じかな。ちょっとそれをね、日本語に何て訳せばいいのかわかんないんですが、それをこうしながら編みました。えっ、ー、と、シビル R さんのミックストウェイブ3つ これですね。これのみたいに引き返ししたりしたんですが、このパターンの違うところは、この黒い部分がへこんでって、このね、ラインの部分がね、ポーズのところがへこんでいるところです。だから、このガーターのところ、ポコッと出っ張って見えて、立体的なんですよね。ちょっと脱いでみましょうか。えー、っと。 もうこの時点でここがお肉みたいなところがポコッとしてますよね。ほら、こんな感じで。そしてね、裏も素敵なんですよね。これをお見せしておこう。で、ほら、花火みたいで。だからね、黒って合わせるとすごいいいんだなってわかりました。で、編むのは大変なんですけどね。この糸がロングピッチなので、ちょうどこの縦のところに一色入るとか。 そういうい感じなんですねなのでこの編み方もいいなーって思ったしえっ、ー、と赤い靴のひなちゃんのフットカバーの後ろの部分にこの柄出せるんじゃないかななんて思いましたこっち側に履いてもね素敵なんじゃないかなと思ってちょっとトルソーを準備してきました皆さん自分が履くと想像して見てみてくださいもうちょっとピチッと伸びちゃうかもしれないなこうなって これ裏なんですけどねでもここの継ぎはぎもねすごく美しくなっててそんなに穴もないしで最後ここをちょっとねどこ,どこでね穴を塞ぐか分かんなかったんですけどそこ1箇所どっちか縫ったんですよねこっちじゃないな多分ここを縫いましたほらここのところもすごい綺麗でしょでここもとメリアスはぎあガーターはぎっていうのかな押したので なんか私はついつい引き抜きはぎをしてしまうのですがちゃんとした方がいいんだろうなと思いましたなんかねメリアスはぎじゃなくてプールなんか裏編みはぎみたいな英語でしたねでもやり方も全部本の中に書いてありますこんな感じになりますふわっとしてでどうやら左右対称なので また左はね違うのを見ながらここのスタンザ一区切りをこうやっていくんですがここは何目編んだら戻っていく何目編んだら戻っていくっていう表がひたすら書いてあってその数だけに集中して編みましたで最初のところだからここだけちょっと多分数が合わなくて間違ったんだと思うんですよ何個戻るとかでもそれ以外はねなんとかうまくいきましたで ただ行って戻ってくるだけのところもあって、それがね、こういうラインを作ってくれてて、それのなんと美しいことか。いや、私の生足でお見せできないのは、<laughs> 残念ですが。えっ、ー、と、こことここもね、ここ左右対称かと思いきや、こう、ちょっとずれてたりとかして。なので、このスイングソックスをちょっと簡単に皆さんに説明できたらなって思ったんですが、 なんかこう、YouTuber 泣かせというか <laughs>、まあ、マスイングソックス <laughs> 編んでらっしゃる方いっぱいいらっしゃるんですが、この表を見てやるのが一番いいと思ったし、えっ、ー、と、もっと簡単にできないかとか思ったんですが、例えば私は、ここの目を作るのに、えー、かき針で作らないで、 ターキッシュキャストオンにして最後こう拾うというパターンをいつもしててそれをやった方がいいんじゃないかなとかって思ったんですがえっと何箇所か1箇所2箇所3箇所ぐらいにこう目を休ませておく場所があるんですねそれを全部輪張りでやるとチャリ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 してね針が邪魔だと思うのでやっぱりねこのパターンでしかないなーって思ったんですよ素晴らしいなと思いますでもしくはこれの 要素をここにだけ持ってきたりとかしてなんか真似っこして楽しめないかなとかって思ったんですがやっぱりねこの本を見てやるしかないのかななんて思ったりもしていますえー、っと確か全部で58ページあって右足だけで32ページあってで残りのところに左足ちょこっととあとこういうやり方をしますよっていう写真とかがこう映っています で右足もね同じのを編んで別に履いてもどっちでもいいような気もするんですが左右対称にしたい場合は左足のところを見てするというのとあと編んだらこの,この法則がわかるかなと思ったんですが1個だけじゃまだまだ私には理解できなかったのでなんか後ろの方にねチーティングシートチ,ッチートって カンニングとかの時カンニングペーパーっていうんですかちょっとしたメモみたいなのがあってそこにねどうやら秘密が隠れてるようですがちょっとまだ理解はできなかったのでもう一個編んでみないとわからないかなーなんて思ったりもしますであとこの色だけじゃなくって他の色とかもう あのフンデルトバッサー4で合わせててそれもね素晴らしかったのでいろんな色で編みたいなともう片っぽの足は違う色のフンデルトバッサーと黒で編みたいななんて思っていますなのでえー、っと最後宣伝して終わりにしようかなと思いますえー、っとこの本と黒が2玉とフンデルトバッサー4が、えー、っと1個になったセットみたいなのを 寺井さんの方で出されてたのでそれを買ってこれを見てやるっていうのが一番かなーなんて思ったりもしました。あ編み方の途中を最後まで言ってなかったですね。これ最後をこう、はい、で終わりですで、す糸始末をしらっとしてっていう糸始末もねどこでするとかどんな風にするとかいうのも書いてあって素晴らしいなと思います。ということで。 こういう難しい靴下の動画を出すと難しそうですねってなっちゃうと思うんですが、いや、こういう靴下もあるんだっていうことをいつか編めるかもしれないというご紹介という感じで留めておきたいと思います。えっ、ー、と、オパールケイトの帯にこんな感じでいつもこんな靴下が乗っていて、こういうの 雨ませんかねみたいな感じで聞かれていやーこれはすごく難しいなって思ってたんですが私でも編めたし、まあ、このカンニングペーパーがあれば <laughs> その通りにしたというそうすればできるんだということとやっぱりその 毛糸選びはそれと同じようにして編むとすごいうまいのができるような気がすると <laughs> うまく見えるようにな色合わせになってるんだなという。 気づかされましたいやーこれね履けないですね飾っておきたいですね <laughs> あのでも私の足にもぴったりだったよなしかもあったかそうだしでここの長さがねもう決まってるので、えっと、カポッとねこう履ける感じちょっと多分足が遅い方にはルーズソックスっぽくなるかと思いますということで今夜はこのスイングソックスについて語り合うという ライブをしたいいなと思いますあと「フンデルドバッサー4」についてもいろいろご紹介したいなと思います。いつも寺井さんにお世話になってこういう紹介ができることをありがたく思っています。皆さんよかったら今夜、えー、とライブ8時45分ぐらいからまあ予定が変わらなければなのでそこでいろいろこの 靴下についてても語ってみようではあ,りませんかあ,あとこの本をもう持ってるよという方とか編もうと思っていますっていう方もいらっしゃったので是非その方同士でここはどういう意味なんだろうっていう質問会とか全部を説明するとねこの本のね出てる意味がなくなっちゃうのでそこは説明しないんですが。 なんか質問があったら私もね数箇所ここが間違いかなとか頭の中で直しながらまあ英語なので怪しいんですがそうしながらやったところもあるのでこの本についても質問を受け付けながらやりたいと思います。今日の夜の話を今日の朝にちょっと動画を出してしまって申し訳ないのですがすごい靴下を。 編めるようになったよっていう <laughs> 一個だけですがね <laughs>。というご紹介でした。今日も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。